何らかのブリーチに遭遇してしまったようね。待ってて。おい、感情を払うまで一滴たりとも飲ませないぞ。落ち着きたまえ、私の連れだよ。首をはねられたかと。救い手に随分なご挨拶だね。伝言は受け取ってもらえたかな。やるならフランスを離れたいんだ。マルセイユからエジプトまでの船を4日で手配してあげよう。主航の所在について手がかりはあるか。コンドルセは追われていることに気づいていた。拘束される2日前に姿を消し、これを残していったよ。彼の主航はルイ9世の墓だ。王家の墓ですって。はあ、忠告しときますよ、ムッシュ。洞窟には亡き王たちがさまよっています。彼らは不運な犠牲者を追い込むと額にナイフでできた冠を押し付け、その目をえぐるんだ。収穫で潰れたブドウのように垂れるまで。それでも次期国王の冠をいただく方が恐ろしい。ブドウといえば、自分の仕事はどうした？バイムシュ、この紋章を持つ墓を見つけて失われた主公を回収してくれ。3日後にまた無事を祈って。この記憶に何かありそう。私たちをヘリクスのデータから締め出してる。これで治ったわ。この回り道はどこに繋がるのかしら。おそらく別の DNA シークエンスね。突き止める方法は一つだけ。王家の墓は大聖堂の近くだ。ドヘッテイスたちを見た？間違った。今度は大変。神さえも立ち向いたか。いつまで続くんやら。司令官が終わりというまで続けるしかない。メルシー、寒い。さーて、ルイ、どこにいるんだ？ミーツ。どこだ？くそ、神殿の扉は近くです。そう地図に。ここには何もない。俺の時間を無駄にさせやがって。私の忠誠を疑うのですか？兵としての忠誠か？笑わせるんじゃない。契約の解消は自由だ。それは俺も同じ。そして俺は残忍なんだ。口が過ぎました、隊長。墓から盗まれたレリックのリストがあるとの情報が。そこにお連れします。神殿の代わりとしては十分です。そんなものはいらん。俺が話している時は目を見ろ。お前も欲しいんだろう？はい。よし、話はついた。わかるな。神殿を見つければいいんだ。せいぜい頑張れ。助けてくれ。何のことだ。おい、来るな、亡霊ども。安らかに眠ってくれ。別に構わないだろう。もう必要ない。どうも、ムッシュ。
修道院図書館のドン・ポワリエによる盗まれたレリックのリストを主婦を守っているはずだ。ほう、秘密の入り口か。安い性格みたいだな。やめておけ。あるの。どうです？あるの。A-t-il perdu la raison？司令官の指示で墓荒らしだ。何かを探してる。軍隊が何をしてるんだか。戦争じゃないな。なんだ、ドン・ポワリエって男は墓から盗まれたものを全て記録してるのか。略奪者を監視して記録してる。ジャン・マルク・ロベール優秀な男で、国立の遺跡委員会に雇われてる。雇い主なんて知るか。欲しいのは記録だけだ。誰かいるのか。排除してやる。もちろん国が徴収した。俺とそれだけじゃない。八重地にまだある。言うまでもないが、俺ドン・ポワリエのリスト。コンドルセの主公と書かれている。場所は古びた赤い館。それと名前レオン。止まれ！えっ？